牛料理を9種紹介したビデオが話題になっていました。米国の牛肉専門レビュアーが日本の和牛に挑戦するシリーズ。今回は日本各地で食べた和牛料理の数々を紹介した内容になっています。外国人があまり口にすることのない珍しい和牛料理が登場していて、海外の和牛好きからは絶賛の声が寄せられていました。1. お好み焼き。好きなものを入れられる。シーフードやポークが人気。これは和牛だ。ローストビーフみたい。2. 駅弁。生姜の味がする。あまり牛肉っぽくない。3. は常にポケットに入れてる。どこで牛肉に出会うかわからないから。3. 刺身。すごい霜降りだ。生で食べるよ。オーブンでゆっくり焼いてる。薄切りにして冷やして食べる。素晴らしい。4. 小豆島スタイル。ハイクオリティなマグロみたい。5. しゃぶしゃぶ。塩漬け肉みたいに柔らかいけど違う。直前まで生だったけどね。旨味があふれる。6. ハラミ。照り焼きのようなソースにネギが乗ってる。すごく柔らかい。いい焼き色がついてる。7. モダン焼き。麺入りで大阪の名物だ。他も食べるけど、ビーフが全てだから。チーズのないフィラデルフィアチーズステーキみたい。8. 巻き寿司。エッグロールみたいな味だ。あ、そうか。もやしが入ってる。これは、あまり、和牛の味がしない。9. すき焼き。これはセンセーショナルだ。牛肉を薄くしてこんな美味しい料理になるなんてよく思いついたな。この食べ方も美味しいよ。次のビデオのことを話さないといけないんだけど、この美味しさを語るのをやめられない。近寄りすぎてメガネが曇ってるよ。海外の反応。寿司の食べ方を間違えてるよ。これはひどい。日本20年住んでるけど、ビデオには何も特別なものは出てきてないよ。君がイギリス人だろうと、和牛が何かくらいカジュアルな視聴者に説明しなよ。これはシリーズだから。以前のビデオで和牛が何かを説明してる。必死でイギリスの発音を真似しようとしてるアメリカ人に聞こえる。子供の時にイギリスからアメリカに来てるから、発音が混在してるのは無理もないかも。9種類紹介して、一番人気の焼肉を出してないとは。ステーキすら、確かにめっちゃ高いレストランだけども。みんな、ホストの文句を言うけど、俺はコンテンツ自体は好きだよ。このビデオには、ちょっとがっかりしたけどね。2つは、電車で食べて、2つは、コンビニで買って、道端で食べたもの。日本でも、一番安い部類の和牛でしょ。ビデオ全体が、しゃぶしゃぶかすき焼きの方がマシだよ。お好み焼きやモダン焼きも、和牛の正しい食べ方とは言えない。日本で、美味しい和牛を食べたいのなら、1. しゃぶしゃぶ。2. すき焼き。3. ユッケ牛丼。4. 和牛丼。5. ステーキ。6. 鉄板焼き。7. 焼き鳥、串焼き。8. ハンバーガー。9. 寿司、正統派の和牛寿司。10. 焼肉が一番人気の食べ方だよ。ははは、賢いふりをしようとしてるけど、一番人気は焼肉じゃないよ。諦めろ。和牛や日本食には詳しくないけど、コンビニ弁当は和牛を楽しむ最適な方法なの？ホストは日本食のことを全く知らないんじゃないかと思ってしまう。日本のコンビニフードは結構美味しいことが多いよ。アメリカのコンビニフードよりはるかにマシだって。すごく興味深い。俺はミシュラン星付き和牛ばかりじゃなく、ファーストフードや新幹線の和牛を食べてくれて嬉しいよ。種類に豊富さや手軽さを強調してる。和牛といえばめっちゃ高い神戸牛を連想する西洋人は多いからね。モダン焼きがチャーハンみたいって一体何を言ってるんだ。チャーハンじゃなくてチャーフン、牛肉を使った焼きそばと比べてるんだよ。どちらも麺、牛肉、野菜が入ってる。だから真っ平らだけど若干似てる。
彼の専門外だから知らないものがあるのはしょうがないけど、日本食に詳しくないことを断った方がいいかもね。アンチを落ち着かせるから。和牛、旨味、深みだけあれば味を説明できる。俺がニックの隣にいる人物だったら、もっと大喜びすると思うけど。和牛を食べたがらない人間なんている？ニックは、しゃぶしゃぶの正しい食べ方を知らないみたいだ。ほぼ生の状態で食べてるよ。あんな食べ方をする人は見たことない。ニックのようなプロの肉食家は、煮てお肉を台無しにするようなことはしないのだよきっと。これが正しい食べ方だよ。どのお店の料理か名前は出してくれないのだろうか。